はい、できました。今日のあっちゃんちの晩ご飯は、豚と、豚、大和ポークと、うだみどりの塩焼き。で、タケノコのオムレツ。で、タケノコのバター醤油ソテー。で、大和肉鶏の鶏ハムサラダ。で、お味噌汁が、味噌がね、どっか行っちゃってわからなくなったから、タケノコと揚げさんとわかめのおすまし、醤油おすまし。で、キャベツときゅうりと大根のお漬物、玄米でいただきましょう。はい、では、いただきます。もうね、原因不明のね、ことが起こってね。どこ置いたんかな、でもあっちゃん、どこ、ここに置いたって送ってきて。で、ジャーナルから、で、向こう持って行ったはずやねんけどね、どこにもないね、味噌。たまりませんわ。でも僕のせいで、さっき食べたろ。しかもなんか今、ゲームしてるけどね。ちょっと食べます。ちょっと待ってね。仮想通貨がね、こうちょっと動いてるからね、今ちょっと。見てんねんけどね、では、いただきます。うん、おいしい。うん、大和ポークはおいしいわ。塩がね、うん、緑も間違いない。大和と、今日は、大和肉鶏。これは美味しい。この富山は美味しい。塩だけこれね。めちゃくちゃ美味しいわ。子供に置いといてあげよう。来ゃへんねん。今日も来ゃへんし。今日もゲームもらえへんし。オンラインやってるから終わられへん。タケノコのオムレツ。ちょっと味薄いかな。タケノコのバターソテー美味しいよ。うん、味噌じゃないけど醤油も美味しいね。あ、なんかの興味あるけど、明日でいいか。明日昼でもなったんでしょうか。何でか別に。今日は大和ポークとうだみどり、これ大和肉鶏のハム、たけのこのオムレツ、たけのこのバター醤油ソテー、美味しいよこれ。
いけるやろ、うん、卵、味薄いんや。タケノコいけるやろ、分からん、うん、まあまあ、うん、取りやま、やばいやばい、めっちゃうじゃろ、うん、苦いなこれ、うん、苦い、苦い、あ、醤油焦がしたからな、うん、かな、うん、ちゃんと抜けてない。いや、これ重曹で炊いたからちゃうか。虹が開くのかな。分からんけど。あの焼く残ったんだけど、そんなもんだよ。重曹の味かな。めっちゃ味入ってる。と卵は違う。ん？出汁じゃない。これ出しちゃうね。ちょっとやりたけどな。トリュフ入れたけど。え、また肉だよね、ハム。タケノコのバターあるよね。おいしい。うん。やっぱり肉使うと美味しいな。もう豚とか鶏ね、ちょっとブランドにしてもね、そんなに値段変わらへん。美味しいね。また鶏ハム作ろう。胸買ってきて。
分厚すぎよ、皮。え？皮分厚い。皮分厚い。皮が美味しいね。生の肉鶏。肉といては唐揚げしゃべりになるけど、あんな高いもの唐揚げできへん。唐揚げ定食3000円だもんね。でも美味しい。おかわり欲しいな。食べへんけど、胃いいが受け付けへんけど、みんな。はい。よいしょ。暑い。いやもう生足でちょうどいいわ。タケノコ食べる？美味しいね。バター炒め。ちょっとタケノコでかいな、卵に入れるの。もうちょっとちっちゃくしてもらえば。結構邪魔かも。もうちょっとしょっぱい貸したいですね。ん？もうちょっとしょっぱいしてほしい？うん。味が薄かった。結構味濃いめにつけたのに、タケノコね。タケノコ？うん、確かにな、水っぽい。卵って味持っていくしな。うん、こっち？うん。ちょっと苦いって言うね。うん、美味しいね。うん、おととい大和肉鶏、昨日大和牛で、今日大和ポークと宇田緑と大和肉鶏のハムで、こうやって連続でお肉いってるけど、全員に負担かかれへんのよ。やっぱり、いいお肉って大事やねんなって思うわ。これが、安売りのお肉やったら言いに来るね。うん、3日でも、特に、昨日なんて、サーロイン、ね。アメリカンビーフのサーロインとか言っとったら、うん、いいしんどくて無理やわ。うん、タケノコ結構味濃いめにいた方がいいかな。もしかしたら海やな。明日お休みやし、ちょっとキッチン作業いっぱいしようかな。うん、裏用の動画もあげ、裏ちゃう、キッチン用の、うん、分かんない。おいしい。うん、おいしいわ。
ですけど、このどうしよう、味噌汁もたけのこやね、味噌汁茶はまあ、気持ちつけもんね。大根がね、あっちゃん好きなちょうどいい具合に使ってるの。きゅうりもせんねんけどね。キャベツももうちょっとね、もうちょっと使ってもいいかもわからない。大根美味しい。ヤマトポーク、ヤマト肉鶏、うだみ鶏の、いろんなものでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今日のあちゃんちの晩ご飯、よかったよと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。では、ごめん、またね。バイバイ。しゃべりながら食べた。ゲップするする。